これも23時半になりましたか皆さん。はい、あそうかスナペさんあれか解禁か、タバコ、あすいませんちょっとミュートします、はい、どういうことどういうこと、マリオカートから参加の我々にちょっと分かりやすく事情を説明してもらっていいですか。なんか昨日スナパイさんがですね、はい、ご自身の配信でなんか、負けたりなんかある程度の成績以下だったら一定時間タバコを吸えないっていう罰ゲームの企画をやられてて、ちょうど先ほどその期間が終わったそうで、1日ぶりとぐらいなのかな、かなり一定期間空けた上でこれからタバコを吸われるそうです。へえ。さっきの甘さすごい多分耐えながらやってたっていう。ちょっとアーカイブ見たいな。そだからプテハシさんスナパイさんのことイライラさせようって言って、うん、ドア指名攻撃してたんだ。いやすぎる。おいしい。心の底から。ん？あ、硬さ超えるの？え？なんだ？遅刻だぞ。すいません。トイレが強敵でした。お疲れ様。トイレ近いね。まあそれまで部屋は。まだかな、はい、まだじゃねえかでは、それまで11人で回します。すいません、爪切ってました。はいはい。え、夜爪切ると、ハゲるよ。ハゲっと、親の死に目に会えない、会えないと思った。手遅れですわ。伊豆さん、手遅れじゃないから。おぉ、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 そんなに言うことある家で。誰や、今一斗缶が落ちた音しましたよ。実家の庭と同じ音してた今。朝日スーパードライの音でしょ。まあプレミアムモルツ。いやでもビールとかビールの誰？あのエナジードリンクとかの缶のゴミ袋が今倒れました。リンさんか。いや私です、私です。ゲンさん、ゲンさん、ゲンさん。なんかエナジードリンクとかビールとかの缶のゴミが急に倒れました。つまらない。お化けかな。ください近くに。心霊現象がやったと。ちょっと遠くに置いといてください。いや倒れると思わんやったからちょっとびっくりした。いや捨てましょうよ、困る。そんな音するくらい溜まってたんやったらですね。捨てないと。大正解だな。なんで倒れたんやろ。まだパチパチ爪切ってる人いるな。ちょっとこれちゃんと整えないとね。大丈夫、ゆっくり切ってもらっていい。ちょっとマリオカートの精度に関わるんで。切ってる人と吸ってる人いるな。いいよいいよ、丁寧に切って。ヤスリがけもしていって磨こう。じゃあタバコって吸いながらマリカできるんですか。無理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 。じゃあ置いとくんですよ。肉粉感加え口につけっぱ無理なの。いや置いといて、うん、ゴールした瞬間気にっす。